赤村は、福岡県の東部に位置する村。田川郡に属しており、筑豊を構成する自治体の一つでもある。福岡県の東部にして、筑豊の東端部、筑豊と京筑港はかつ、内陸部の山地の中に位置し、福岡市から真東へ約 40km、北九州市から真南へ約 30km、行橋市から南西へ 20km の位置にある。損域内を 平成筑法鉄道田川線が通り、村の中央部でカーブする形で東から北西へ向かって貫いている。経済的に北九州都市圏に属し、5%通勤圏に属している。筑法地域の中では、唯一町村制施行以降に市町村合併も調整施行もしたことのない村である。昭和の大合併の際、大道村から合併を申し入れられたが拒み、 河原町、高金村、斎藤所村との一町三村での合併を目指したが、河原町が拒んだため合併には至らなかった。平成築法鉄道田川線は1960年代までは、築法丹田からの石炭の積み出しを担った。田川線は、歴史的に重要な建造物を数多く残しており、京都郡宮古町との境界に位置する、 第2石坂トンネルは、九州最古の鉄道トンネルであり、レンガと石で作られた三連アーチ橋の内田三連、橋梁は、国の登録有形文化財に登録されている。ユスバル駅中心駅は、ユスバル駅。村内に高速道路、一般国道は通っていない。最寄りインターチェンジは、九州自動車道小倉南インターチェンジ、東九州自動車道横橋インターチェンジなど、 剣道、ありがとうございます。